ねずったまめちゃんです。今日はですね、冬にユニバに行く人必見、エクスプレスパスを全部紹介します。イエーイということで、あとちなみにこのウィキメディア、これからもユニバのいろんなお得な情報をお届けするのでね、チャンネル登録、評価、コメントお願いします。で、ついにですね、2024年の12月11日の水曜日にドンキーコングカントリーがオープンするんですけども、それに伴って冬ユニバにね、行く人もね、多いと思うんですよね。で、それこそさ、まあ、ドンキーオープンした影響か、新しいエクスプレスパスもね、たくさんね、登場したんですよ。で、おそらくですね、ドンキーがオープンしたら、パークね、めちゃくちゃ混む可能性が非常に高いので、エクスプレスパスを買ってパークを楽しむ方もね、多いと思うんですよね。でもエクスプレスパスってさ、ほんまにいろんな種類があるから、どれを買っていいか分かんない方もね、多いと思うんですよ。けどね、もうこの道具を見たらユニバのエクスプレスパスは丸分かりなんで、ぜひね、参考にしてください。じゃあ早速やっていきます。今日も真面目動画だよ。ウホウホウホ。で、まずね、エクスプレスパスの種類を紹介する前に、ユニバーサルエクスプレスパスとは何ぞやをね、紹介していきます。で、このエクスプレスパスはですね、指定のアトラクションの待ち時間を大幅に短縮することができる魔法のチケットなんですよね。で、それこそさ、たとえ3時間待ちのアトラクションでもね、10分ぐらいで乗れちゃうこともあるんですよ。で、このエクスプレスパスがどれだけすごいかっていう動画ですね、前に上げたんでね、ぜひね、概要欄から飛んでね、見てほしいですけども、それだけじゃなくて、種類によったら、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券とか、ハリーポッターエリアの入場確約券があるね、エクスプレスパスがあるんですよね。けど、正直言ったらですね、ハリーポッターのエリア入場確約券って言ってるんですけども、まあ、ハリーポッターって基本的にはですね、もういつでもね、整理券なしで自由に出入りできるんですよね。だからまあ、ハリーポッターエリアの入場確約券ってほぼね、使う場面はないんですけども、一応ね、まあ、種類だったら、こういうね、エリア入場確約券のね、エクスプレスパスもね、あります。けどね、エクスプレスパスをね、利用する際の注意点もね、いくつかあるんですよね。で、まず最初はですね、エクスプレスパスはユニバの入場券じゃないんですよ。これね、初めてユニバに行く人とかですね、よくね、ミスっちゃうことなんですけども、エクスプレスパスを入場券と思ってそのまま行って、入場券持ってないから入れませんよってこともね、あるんですよ。だから、エクスプレスパスを買う場合ですね、絶対にね、入場券も一緒にね、買ってください。で、これね、入場券じゃないからこそ、年パス持っている方もですね、このね、エクスプレスパスを買ったらね、使うことができるんですよね。で、そのこともね、覚えてください。あとユニバのね、入場チケットって基本的にはですね、日付変更が可能なんですよね。で、この日付変更に関してはですね、その日付変更する日が当日券完売になってない日はですね、変更が可能なんですけども、エクスプレスパスの場合ですね、いかなる理由でもですね、基本的に日付変更は不可能なんですよ。けどね、例えばね、コロナ禍の時にコロナにかかっちゃいましたって言った時はですね、エクスプレスパスの返金対応とかあったんですけども、基本的にはですね、日付変更とか返金対応もですね、できないケースがあるんです。そこら辺ね、覚えてください。だから、エクスプレスパス買う時はですね、絶対にこの日行くって決めた日ね、買ってください。そうしないとね、ミスっちゃいます。あと、まあ、ユニバのエクスプレスパスって、やっぱり人気なんですよね。だからね、このオミ TV の混雑状況の動画では、いつもね、今日のチケットの在庫状況もね、紹介してるんですけども、エクスプレスパスね、ほぼ毎日ね、売り切れてるんですよ。だから、エクスプレスパスを買う予定の方はですね、行く日の大体もう1ヶ月前、もしくはもう2ヶ月前からですね、事前購入するのがね、おすすめです。で、今からね、紹介していくんですけども、ちなみにですね、ユニバのエクスプレスパスって、大人、子供、シニア、全員ね、同じ料金なんですよね。まあ、ユニバの入場チケットって、まあ、年齢によって、
って値段が違うんですけども、エクスプレスバスはもうみんなね共通料金なんで、そこら辺ね覚えてください。で早速ね紹介するんですけども、まず最初はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4XR ライド&セレクションということで、でこちらの値段なんですけども、ちょっとややこしくて、2024年の12月31日までの入場やったらですね、7800円から24800円で、2025年の1月5日からの入場やったら1800円から26800円なんですよ。だから日によってねかなりね値段が異なるんで、そこら辺ね覚えてください。でチケット内容なんですけども、もちろんですねアトラクションの待ち時間を短縮できるんですけども、それだけじゃなくて、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券とハリーポッターエリアの入場確約券もねついてます。で待ち時間が短縮できるアトラクションはですね、まずは鬼滅の刃 XR ライド刀鍛冶の里疾走せよと、マリオカート、クッパの挑戦状と、ハリーポッターのフォービズンジャーニーですね。あと、選べるプラスワンとして、ハリウッドドリームズライドか、フライングダイナソーか、ジョーズ。このうちね、どれか1個のアトラクション待ち時間ね、短縮できます。で、俺的にはですね、この中やったら、圧倒的にね、ハリドリの待ち時間ね、短縮するのがね、おすすめです。で、このエクスプレスパスやけどね、前も言ったけど、かなり優秀なチケットで、それこそさ、入場困難なスーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約もついてるし、人気アトラクションの待ち時間もね、短縮できるっていうね、めちゃくちゃね、おすすめなね、エクスプレスパスかなと思います。だからまんべんなくね、まあ、人気のアトラクションとかエリアに行きたい方はですね、このエクスプレスパス買ったらね、まあ、満足するかなって感じがします。で次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス XR ライドスペシャルですね。でこちらの値段はですね、5700円から6700円で、チケット内容はですね、鬼滅の刃 XR ライドの待ち時間を短縮できることと、あとはですね、鬼滅の刃 XR ライドのライドフォトももらえるんですよ。で、このライドフォトはですね、鬼滅並んでる最中ですね、まあ、写真タイムがあるんですよね。で、そのね、フォトオポチュニティは普段だったら、ね、買わないといけないですけども、このエクスプレスブースを買ったらですね、もらえるっていうことです。あと、刀鍛冶の里、ひょっとこ亭のレストラン、優勢案内券もね、ついてます。で、その時間帯が、まあ、こんな感じですよね。まあ、大体、まあ、4パターンあるってことかな。で、このね、エクスプレスパスに関してはですね、もう完全に、まあ、鬼滅を楽しみたい人向けのね、エクスプレスパスですよね。けどね、まあ、鬼滅の刃、XR ライドってさ、やっぱり、まあ、終盤に差し掛かってるけど、もうそれこそ200分待ち近くね、行ったりすることもあるし、刀鍛冶の里、ひょっとこ亭に関してもですね、入店整理券取るのもね、大変やったりするんですよね。だから、鬼滅をね思う存分楽しみたい方はこのエクスプレスパスがあったらですね、もう安心ですわ。で次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4XR ライド&ザ・フライングダイナソーです。でこちらのエクスプレスパスやけど、対象期間が2025年の1月1日から1月5日のこの5日間しかないんですよね。だからある意味超激レアなエクスプレスパスやけどさ、こちら値段がですね、6800円から23800円なんですよ。で、チケット内容はですね、ハリーポッターエリアの入場確約券がね、ついてるんですよね。で、対象のアトラクションは、まあ、こんな感じです。まあ、鬼滅の刃 XR ライドと、ハリーポッターのホビズンジャーニーと、フライングダイナソーと、ジョーズ。でも、個人的にはですね、まあ、ジョーズって結構日によって、で待ち時間に差があるんですけども、鬼滅、ハリーポッター、フライングダイナソーってさ、もう基本的に混雑日やったらね、もう100分待ちとか余裕でね超えちゃうアトラクションなんですよ。だからこれらのね、まあ、3つのアトラクションをね網羅したい方はですね、このエクスプレスパスもねおすすめかなって感じがします。で次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス7バラエティっていうことで、でこちらの対象期間はですね、2024年の12月31日までやけど、でこちらの値段なんですけども、1800
円から29,800円なんですよ。で、チケット内容はですね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場格上げ券と、あとですね、ハリーポッターエリアの入場格上げ券がね、ついてるんですよね。で、対象のアトラクションは、まあ、これだけあります。まずはですね、マリオカート、クッパの挑戦状と、ヨッシーアドベンチャーと、ハリーポッターのホービズンジャーニーと、ヒッポグリフと、フライングダイナソーと、ミニオンハチャマチャライドと、あとは選べるプラスワンとして、ハリトリかジョーズがあるんですよね。で、これもね、まあ、どっちかって言ったら、圧倒的にね、ハリトリ選ぶのがね、おすすめです。で、このね、エクスプレスパスに関しても、それこそさ、まあ、ニンテンドーワールドっていうか、まあ、スーパーマリオランドのね、2つのアトラクションの待ち時間ね、短縮できて、なおかつさ、ハリーポッターエリアの2つのアトラクションの待ち時間も短縮できて、あと人気絶叫系アトラクションのダイナソーとハリドリの待ち時間も短縮できて、あとね、これも人気アトラクションのミニオンハチムチャライドの待ち時間も短縮できるっていう、これもね、かなり優秀なエクスプレスパスかなって感じがします。けどこのね、エクスプレスパス7はですね、ホーと比べてもちょっぴりね、値段がかかっちゃうんですよね。けどね、まあ、ホーと比べたら3つね、多くね、アトラクションの待ち時間を短縮できるから、まあ、このね、エクスプレスパスもね、かなり有能です。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4ファンバラエティってことで、で、これもですね、入場日によって値段が違って、それこそさ、2024年の12月31日までの入場の場合でしたら7800円から24800円かかって、2025年の1月5日からのね、入場やったら1800円から26800円ね、かかります。で、チケット内容に関したら、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場格上げ券とハリーポッターエリアの入場格上げ券がね、ついてるんですよね。で、対象アトラクションはこんな感じです。で、まあ、まずはマリオカート、クッパの挑戦状と、ハリーポッターのホービズンジャーニーと、ミニオンハチャメチャライドと、ジョーズですよね。で、まあ、これ見る感じによると、まあ、ハリドリとかダイナソーとかのそういうね、大型絶叫系アトラクションはついてないタイプの有能なエクスプレスパスですよね。だから、こういうね、ハリドリバックドロップ、フライングダイナソーとかの大型絶叫系乗らないけど、人気アトラクションの待ち時間短縮したい方はですね、こちらのエクスプレスパスでもね、十分かなって感じがします。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4バックドロップってことで、で、こちらの対象期間もちょっとややこしくて、2025年の1月25日までなんですよ。で、値段はですね、6800円から23800円ですよね。で、チケットの内容はですね、ハリーポッターエリアの入場格上げ券がついてるんですけども、対象アトラクションがまあこんな感じです。まずはですね、バックドロップと、ハリーポッターのホービズンジャーニーと、ヒッポグリフとフレークダイナソーですよね。で、こちらの場合ですね、まあ、ニンテンドー関係のアトラクションの待ち時間は短縮できないんやけど、それでもね、やっぱバックドロップ、フレークダイナソーもね、めちゃくちゃ待ち時間長いんですよ。で、それプラスさ、ハリーポッター系の両アトラクションの待ち時間短縮できるから、マリオ系のアトラクションは別に短縮しなくてもいいよって方は、こちらのエクスプレスパスでもね、十分かなって感じがします。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4バラエティファンって言われて、で、こちらの対象期間はですね、2024年の12月31日までやけどさ、こちら値段がですね、7800円から24800円なんですよ。で、チケット内容やけど、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場格上げ券と、ハリーポッターエリアの入場格上げ券がついてるんやけどさ、対象のアトラクションがこんな感じです。まずはですね、マリオカート、クッパの挑戦状と、ハリーポッターのホービズンジャーニーと、あとはミニオンハチモチャライドと、あとはですね、名探偵コナン 4D ライブショー、星空のね、ジュエルの待ち時間もね、短縮できます。で、これに関してはですね、大型絶叫系アトラクションとかはないんですけども、まあ、マリオカート、ハリーポッタージャーニー、ミニオンハチモチャライドといったね、まあ、人気アトラクションの持ち時間ね、短縮できると同時に、今年ね、オープンしたコナンのね、アトラクションの待ち時間もね、短縮できるんですよ。で、このね、コナンのアトラクションに関してはですね、まあ、このお耳 TV の混雑状況ではたびたび言ってるんですけども、土日ね、結構ね、待ち時間長くなって、それこそさ、100分待ちね、超えることもね、あるんですよね。
だから特にね、もう土日に行く予定の方ですね、このエクスプレスパス買うのがね、おすすめかなって感じがします。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4バラエティスリルということで、で、こちらの対象期間はですね、2024年の12月31日までやけどさ、値段はですね、まあこんな感じです。で、これのね、まあ、チケット内容なんですけども、まずですね、まあ、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券と、あとですね、ハリーポッターエリアの入場確約券がね、ついてます。で、対象アトラクションに関してはですね、まずですね、マリオカート、クッパの挑戦状と、ハリーポッターのフォービズンジャーニーと、ハリウッドドリームザライドと、あとはね、フライングダイナソーのね、この4つのアトラクションの待ち時間ね、短縮することがね、できるんですよね。で、まあこれに関してもですね、めちゃくちゃ人気のアトラクションの待ち時間を短縮できるから、かなりね、有能かなって感じがしますわ。で、これさ、やっぱり、エクスプレスパス7と比べても、まだね、低い値段でね、買うことができて、なおかつね、まあ、ニンテンドーワールドに入ることができるから、このね、エクスプレスパスもね、おすすめです。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4アドベンチャー&ジョーズってことで、で、こちらの対象期間はですね、2024年の12月31日までやけどさ、値段はですね、7800円から24800円に、ね、なってます。で、チケット内容なんですけども、まずはですね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場格上げ券と、あとね、ハリーポッターエリアの入場格上げ券がついてて、で、対象のアトラクションはですね、まずはですね、メンターンテコナン 4D ライブショー、星空のジュエルと、あとはね、ヨッシーアドベンチャーと、ヒッポグリフと、ジョーズ。このね、4つのアトラクションの待ち時間ね、短縮できるんやけどさ、まあ、これ見る感じによると、それこそさ、まあ、ハリドリバックドロップとかダイナソーとかのそういうね、大げた絶叫系アトラクションは入ってないですし、あとね、ハリーポッター、ホービズンジャーニーもね、入ってないっていう。でね、これね、アトラクションを見る限りによると、お子様でもね、楽しめるようなアトラクション対象よね。だからまあ、ファミリー向けのエクスプレスパスではあんのかな、これに関したら。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス。スリル&セレクションということで、で、こちらの対象期間はですね、2025年の1月1日から1月25日までなんですよ。で、値段はですね、まあ、こんな感じです。で、まあ、これのね、まあ、チケット内容やけどさ、まずはですね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券と、ハリーポッターエリアの入場確約券がね、ついてるんですよね。で、対象アトラクションがですね、まずはですね、マリオカート、クッパの挑戦状と、あとですね、ハリーポッターのホービズンジャーニーと、あとですね、バックドロップの待ち時間もね、短縮できます。で、選べるプラスワンとして、ハリトリかジョーズ、どっちかの待ち時間ね、短縮することができるんですよ。で、これもね、かなり優秀。だってさ、もうマリオカートとハリポタジャーニーとバックドロップとハリドリね、短縮できるだけでもね、かなりね、パーク回りやすくなるんですよね。このチケットもですね、セブンに比べたらまたね、安い値段で買えるからおすすめです。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4シアター&ジョーズということで、で、こちらの対象期間はですね、2025年の1月1日から1月25日までやけどさ、値段がですね、まあこんな感じです。で、チケットの内容はですね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券がね、ついてるんですよね。で、対象アトラクションがですね、まずはですね、名探偵コナン 4D ライブショー、星空のね、ジュエルと、あとはヨッシーアドベンチャーと、ミニオンハチャメチャライドと、あとはね、ジョーズのアトラクションの待ち時間もね、短縮できます。で、このラインナップ見てもね、ちっちゃいお子様でも使えるようなエクスプレスパスかなって感じがするよね。まあ、特にね、まあ、大型絶叫系アトラクションとかでさ、身長制限とかが高かったりするけど、そういうわけでもないようなアトラクションだからさ、こちらもですね、ファミリー向けのエクスプレスパスかなって感じがします。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4アドベンチャー&ミニオンということで、で、こちらですね、対象期間が2025年の1月26日からやけどさ、値段がですね、まあ、こんな感じです。で、まあ、チケット
ットの内容やけどさ、まずはですね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場価格券がね、ついてるんですよね。まずはって言いながらこれしかなかった。ごめんなさい。で、これの対象アトラクションがですね、まずはヨッシーアドベンチャーとミニオンハチャメチャライドとメンタンテコナー 4D ライブショー、星空のジュエルと、あとはですね、スペースファンタジーザライトかジョーズ、どっちかの待ち時間をね、短縮できます。スペファンってすごい新鮮やね。ほんまに。スペハンの待ち時間も短縮できるから、ぜひね、スペハン乗りたい方ですね、このチケット買うのがおすすめです。って言いながら、まだそれは置いといて、もうとりあえずこのね、アトラクションもですね、まあ比較的にですね、まあちっちゃいお子様でもね、楽しめるようなアトラクション中心になるから、まあファミリー向けのエクスプレスパスかなって感じがします。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパスをライドセレクションってことで、で、こちらの対象期間はですね、2025年の1月26日からなんですけども、まあ値段がですね、まあこんな感じです。で、まあチケット内容やけどさ、これもね、まあハリーポッターのエリア入場価格がね、ついてるんですよね。で、まあ対象アトラクションがですね、まずですね、ハリーポッターのホービズンジャーニーと、あとはね、スペースファンタジーザライドと、あとはジョーズと、あとはですね、選べるプラスワンとして、ハリドリがダイナソー、どっちかの待ち時間ね、短縮することがね、できます。で、これに関してはですね、まあ、どうやるんだこれ。どうやるんだこれは。でもまあ、言うてマリオ系はついてないけど、まあ、ハリーポッターとか、あとはですね、ハリドリね、かダイナソー、どっちかの待ち時間も短縮できるかで、なんかまあ、スペハン乗りたい人向けかな。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4レース&セレクションということで、で、こちらの対象期間ですね、2025年の1月26日からやけどさ、値段がですね、こんな感じです。で、まあ、チケット内容やけどさ、まずはですね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券と、あとはですね、ハリーポッターエリアの入場確約券がね、ついてるんですよね。で、まあ、対象アトラクションに関したら、まずはですね、マリオカートのクッパの挑戦状と、あとはですね、ハリーポッターのホービズンジャーニーの持ち時間ね、短縮できるんですよ。で、選べるプラスワンとして、チョイス A がですね、ハリドリかダイナソー、どっちかのね、待ち時間ね、短縮できるんですよね。で、チョイス B として、スペハンかジョーズ、どっちかのね、待ち時間ね、短縮できるんですよ。で、まあ、これに関してはですね、まあ、先ほどのね、エクスプレスパスと違って、やっぱ、マリオカート、まあ、および、ま、ニンテンドーワールドに入れるのがね、かなりでかいかなって感じがします。で、それプラスさ、まあ、マリオカートとハリーポッタージャーニーというね、人気アトラクションと、あとですね、ハリドリダイナスをどっちかの持ち時間短縮できて、なおかつね、まあ、スペハンが上手、どっちかの持ち時間も短縮できるって感じですよね。で、今んとこね、スペハンの持ち時間がどのぐらいになるのかね、推測できないんですけども、まあ、俺的にはね、上手の方が待ち時間長くなりそうな感じがするから、まあ、チョイス B に関したら、上手選ぶのがね、まあ、安牌かなって感じがします。で、皆さん、お待たせしました。ついね、ドンキー関係のね、エクスプレスパスをね、紹介します。で、まずはですね、ユニバーサルエクスプレスパス、プラスライドホと、ショップパウンチャー、ドンキーコングスペシャルっていう、もうね、えげつないほど長い名前やけど、とりあえずね、まあ、僕はですね、まあ、ドンキーコングスペシャルのエクスプレスパスって呼んでるんですけども、この対象期間ですね、12月の11日から12月31日までなんですよ。だからドンキーオープンした時からね、使えるね、エクスプレスパスですよね。で、値段がですね、4200円から8400円。で、まあ、チケット内容なんですけども、ちょっとこれちょっと読んでいきますわ、めっちゃ多いから。まずはですね、ドンキーコングのクレイジートロッコのライドホト。と、あとはですね、ヨッシーアドベンチャーのライドホットもついてくるんや。あと、スーパーニンテンドーワールドグッズ2200円分のご購入のみに使用できるショップバウンチャーとかもあったりするんやな。で、待ち時間短縮できるアトラクションですね、もちろんね、ドンキーコングのクレイジートロッコですよね。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス7バラエティスタンダードということで、で、こちらの対象期間ですね、
2025年の1月1日から1月25日までなんですよ。で、値段がですね、まあこんな感じです。で、まあ、チケットの内容なんですけども、まあこれもね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券はもちろんなんですけども、ハリーポッターエリアの入場確約券もね、ついてるんですよね。で、対象アトラクションが、まずはですね、ドンキーコングのクレイジートロコと、マリオカート、クッパの挑戦状と、ヨッシーアドベンチャーと、ハリーポッターのフォービズンジャーニーと、ヒッポグリフと、あとはですね、選べるプラスワンとして、まあ、チョイス A がフライングダイナソーかミニオンハチャメチャライド。もしくはですね、チョイス B として、ハリトリかジョーズ。どっちかの持ち時間ね、短縮できるんですよね。で、このエクスプレスパスで見た感じになると、めっちゃ最強やね。だって、ニンテンドーワールドとハリーポッターエリアの全てのアトラクションの持ち時間短縮できて、なおかつさ、選べるアトラクションとしてもね、もうダイナソーとハリトリが入ってるってさ、で、ダイナソーとハリトリ以外でもね、ミニオンハチャメチャライドもね、普通にね、持ち時間長いんですよ。だからこれね、めっちゃ最強と思います、正直言って。うん。でもこの期間ね、果たしてね、混むのかどうかもちょっとわからないけどさ、毎年さ、1月入ったらさ、パーク閑散期に入ってさ、パーク結構ね、過ぎたりするんですよ。けど、まあ去年とかですね、結構インバウンドゲストの方がね、多かったから、普通にね、1月でもね、パークそこそこ混んでたんやけど、まあ去年のね、同じような混雑だったら、このエクスプレスバスさ、もう史上最強のエクスプレスバスって言っても過言じゃないかなと思いますよ、ほんまに。めっちゃおすすめですね。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス7バラエティシアターということで。で、こちらもね、対象期間が1月1日からやけどさ、こちらね、料金はですね、まぁ、こんな感じです。で、まぁ、チケットの内容に関しては、まずはですね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券と、あとはですね、ハリーポッターエリアの入場確約券がね、ついてるんですよね。で、対象アトラクションに関したら、まずはですね、ドンキーコングのクレイジートロコと、あとですね、マリオカート、クッパの挑戦状と、あとですね、ヨッシーアドベンチャーと、あとですね、ハリーポッターのホービズンジャーニーと、あとですね、ヒッポグリフと、メインターンテイコナー 4D ライブショー、星野のね、ジェルをね、待ち時間ね、短縮できます。で、選べるプラスワンとして、ダイナソーかミニオンハチャメチャライド、どっちかの待ち時間ね、短縮できますよね。で、これもね、強いね、めっちゃ。ニンテンドーワールド関係のアトラクション全部と、ハリボタ関係のアトラクション全部短縮できるだけでもね、かなりね、パークの回り方ね、ゆっくりなるからね、ほんまね。うん、これも、ね、めちゃくちゃおすすめです。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4トロッコ&レースということで。で、こちらの対象期間ですね、2025年の1月1日から1月25日までやけどさ、料金はこんな感じです。で、まあ、チケットの内容に関してはですね、まあ、こちらですね、まあ、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券しかね、ついてないんですけども、対象アトラクションがですね、まずはですね、ドンキーコングのクレイジートロコと、あとですね、マリオカート、クッパの挑戦状と、あとですね、ミニオンハチャメチャライドと、あとですね、ジョーズの待ち時間ね、短縮できるということで。で、まあ、こちらもですね、普通になんかドンキーが入ってるからさ、めちゃくちゃね、有効なエクスプレスパスかなって感じがします。で、それプラスね、やっぱミニオンハチャメチャライドと、ジョーズ、あとはマリオカートもですね、まあ、ちっちゃいお子様でもね、楽しめるようなアトラクションなんですよ。で、ドンキーのクレジット力もね、身長制限見たらね、まあ、そこそこね、ちっちゃいね、お子さんでもね、楽しめるアトラクションやから、こちらはですね、まあ、ファミリー向けの、まあ、ドンキー遊びたい人向けのね、エクスプレスパスかなって感じがします。で、ちょっと酸欠みたいになってきた。めっちゃ長いな、今回のエクスプレスバス。で、次はですね、エクスプレスバス4トロッコ&アドベンチャーってことで。で、こちらの対象期間がですね、2025年の1月1日から1月25日までなんですよ。で、値段がですね、まあ、こんな感じです。で、まあ、チケット内容に関したら、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場確約券しかね、ついてないですけども、対象アトラクションが、ドンキーコングのクレイジートロコと、ヨッシーアドベンチャーと、ミニオンハチャメチャライドと、ジョーズ。このね、4つのアトラクションの待ち時間ね、短縮できます。で、これね、先ほどの違った点がですね、ヨッシーアドベンチャーがマリオカート、どっちか変わってるっていうことですよね。で、俺的には
ですね、まあ、どっちかっつったら先ほど紹介したねマリオカードがついてるねエクスプレスパスの方がねおすすめかなって感じがするんですけども、まあ、ヨッシーアドベンチャーの方が乗りたいよっていう方がいたらですね、こちらのエクスプレスパスもねおすすめです。で次はですねユニバーサルエクスプレスパス7バラエティセレクションということで、でこちらの対象期間ですね2025年の1月26日からやけどさ、値段がですね、まあ、こんな感じです。で、まあ、チケット内容に関したらこちらですね、まあ、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場かけ分け券とハリーポッターエリアの入場かけ分け券がねついてるんですよね。で対象アトラクションがですね、まずはドンキーコングのクレイジートロッコと、あとはですねマリオカートクッパの挑戦状と、あとはですねヨッシーアドベンチャーと、あとはですねハリーポッターのフォービズンジャーニーと、あとはヒッポグリフの待ち時間ね短縮できます。あと選べるプラスワンとしてチョイス A がダイナソーかミニオンハチャメチャライドで、チョイス B がですねスペースファンタジーライトがジョーズ、どっちかの待ち時間ね短縮できます。でこちらもね、まあ、言わずもなが言わずもながなったらいいけど、こちらもですね、まあ普通に優秀ね。もう十分すぎるぐらいね、優秀なね、エクスプレスバスかなって感じがします。で、次がですね、ユニバーサルエクスプレスバス4トロッコ&チョイスということで、で、まあ、こちらのね、まあ、対象期間に関してもですね、2025年の1月の26日からなんですよね。値段がですね、まあ、こんな感じです。でこちらチケット内容に関したら、まずはですねスーパーニンテンドーワールドのエリア入場かけ分け券と、あとはですねハリーポッターエリアの入場かけ分け券がねついてるんですよね。で対象アトラクションがですね、まずはドンキーコングのクレイジートロッコと、あとはマリオカートクッパの挑戦状と、あとはハリーポッターのホービズンジャーニーと、あとは選べるプラスワンとしてスプバンカジョーズ、どっちかのねアトラクションの待ち時間ね短縮することができます。ああ、喉乾いてきた。ああ、ちょっと休憩します。で、こちらもですね、まあ、任天堂にももちろん入れるし、まあ、ドンキーのクレイジートロッコもついてるから、まあ、優秀なエクスプレスパスかなって感じがします。まあ、もちろんね、まあ、セブンに比べたら、待ち時間短縮できるね、エクスプレスパスは少ない方なんですけども、まあ、ちょっとでもね、まあ、経費抑えたい方はですね、このエクスプレスパスもね、おすすめです。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4トロッコ&ミニオンということで、でこちらもですね、まあ、対象期間が2025年の1月26日からやけどさ、まあ、値段がね、まあ、こんな感じです。でチケット内容に関したらこれもね、まあ、もちろんスーパーニンテンドーワールドのエリア入場かけ分け券の月のねエクスプレスパスやけど、対象アトラクションがですねドンキーコングのクレイジートロコとヨッシーアドベンチャーとミニオンハチャメチャライドと、選べるプラスワンとしてスペファンかジョーズ、どっちかの待ち時間ね短縮できます。でこれもですね、まあ比較的ねちっちゃいお子様でもね楽しめるようなアトラクション中心になってるから、先ほどのねまあセブンと比べてもまあ料金低いから、まあなるべくね経費抑えて、まあちっちゃいお子様と遊びたい方、ちっちゃいお子様と遊びたい、ちょっとおかしいけどさ、ファミリーで行く方はですね、こちらのエクスプレスパスもね、おすすめです。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパス4トロッコ&スリルってことで、で、こちらの対象期間はですね、2025年の1月26日からなんですよね。で、値段はね、まあこんな感じです。で、まあ、チケットの内容に関したら、まずはですね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場かけ分け券がね、ついてるんですけども、まあ、対象アトラクションに関したら、ドンキーコングのクレイジートロコと、マリオカート、クッパの挑戦状と、あとはフライングダイナソーと、あとは選べるプラスワンとして、スペファンかジョーズ、どっちかのね、待ち時間ね、短縮することなんかね、できるんですよ。で、これに関してはですね、ちょっとなんか、不思議なラインナップはね、もちろん、まあ、ドンキーとマリオカートがついてるのは分かるけど、まあ、ダイナソーもついてるからね。だからドンキー行きたくてなおかつねダイナソーみたいな、そういうねもうスリル感満載のね絶叫系アトラクション乗りたい方ですね、このエクスプレスバスもまあおすすめかなって感じがします。でいよいよラストです。
ラストはですね、ユニバーサルエクスプレスパスプレミアムとかね、まあ、プレミアムって言ってるから、もう一番ね、高いエクスプレスパスやけど、一番多くのね、待ち時間ね、短縮できるエクスプレスパスなんですよ。で、これさ、値段がさ、マジで日によって異なってて、12月31日までやったら、4万円から5万4600円やけどさ、2025年の1月1日から5日までやったら、5万3300円から、6万1100円なんよね。すごい値段やな。で、1月6日から1月25日までは3万8400円から5万6400円で、1月26日からやったら3万8400円から6万1100円っていうことですよね。さすがね、プレミアムやから、まあ、値段は結構するよね。でもね、チケット内容がめちゃくちゃ良くて、それこそさ、もちろんね、まあ、スーパーニンテンドーワールドと、あとハリーポッターエリアの入場価格がねついてるんですけども、対象アトラクションがですね、ドンキーコングのクレイジートロコとマリオカートクッパの挑戦状とヨッシーアドベンチャーとハリーポッターのホービズンジャーニーとヒッポグリフとダイナソーとあとはバックドロップとあとはシンゴンツアーとミニオンハチマチライドとハリドリとジョーズとスペファンとあとは鬼滅の刃エクサラライドとあとは名探偵コナン 4D ライブショー星野のジュエルなんですよね。でこちらね、めちゃくちゃ多くのねアトラクションの待ち時間短縮できるんやけど、まあ、注意点があるんやけど、まずはドンキーコングのクレイジートロクは2025年の1月1日からね、体験できるらしいんですよ。だから12月31日までのプレミアム買った方はですね、ドンキーコングのクレイジートロックの持ち時間ですね、短縮できないんですよね。あとはですね、まあそれぞれね、まあ、アトラクションの休止期間とかがあるんですけども、対象アトラクションが休止期間中の場合ですね、該当アトラクションの利用、および他のアトラクションへの振り替えはできないらしいんですよ。だからそのね、体験できるアトラクションの数に応じての値段になってるらしいんですよね。だから、まあ、なんか料金が高い時もあったら低い時もあるのかなって感じがするよね。だからこのエクスプレスパスプレミアムってもちろん有能は有能やけど、やっぱもちろん料金も高いんですよ。で、料金が高いけど、やってないアトラクションが入ってたりするんですよね。だからしっかりと運休情報とかを入手して、エクスプレスパスプレミアムを買うのがね、おすすめかなって感じがします。やっと終わったーはい、じゃあ今日ですね、ドンキーコングのエクスプレスパスも含めたエクスプレスパスね、全部ね、紹介していきました。で、またね、まあ、今後ね、新しいエクスプレスパスがあったらね、この MTV で、まあ、どれがおすすめかも含めてね、紹介しようかなと思ってるんでね、ぜひね、引き続きね、応援ね、お願いします。で、これからもね、いろんなね、楽しい動画を作ってね、チャンネルとかグッドボタン、そして通知ボタンもお願いします。じゃあ、バーイ。